どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと、というわけで今回も漫画いきたいと思います。自殺党ですね。そしてあっちゃん来てくれてます。よろしくお願いします。よろしくお願いしますということで、はい、こちらの作品もあっちゃんにお借りして、はい、タイトルからしてすいません、なんかいや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 、まあこれ自殺党って、そうですね。でもサブタイトルがサバイバル極限ドラマって書いてますね。ああ、そうですね、書いてありますね、うんうんうん、はい。これはまあ森さんという、前にも話してますけど、はい、ホーリーランドを書いた方の、その次の作品に当たるものなんですけども、全17巻ということで、はい、読みましたので、まあ喋ろうかなという感じなんですけれども、はい。で、まあ僕はタイトルは知ってて、あ、自殺党、タイトル知ってたんですね。はい、ちょっと目立ちますしね。そうですね、自殺党って、自殺党ってってなりますよね。はい、まあなんか勝手に想像して、こう、なんだろうな、その島に集まった人が自殺するみたいな解釈だったんですよ、最初は。なんかどっちかというと、じゃあなんか呪いというか神秘系の、そうですね、あ、そっちだと思ったんですか、イメージ的に。なんかタイトルだと、もう一個連想されそうなのが、ちょっとはやりのって、ちょっと前から流行ってるっていうか、デスゲーム系。あ、はい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 、まあなんていうか、思想が特に、まあ、あるタイプもあるだろうけど、バトルロワイヤルみたいな、うんうんうん、特になく、なんか残酷描写で楽しませるタイプのデスゲーム系も結構あると思うんですけど、はいはいはい、まあ、そういうものもなんかかなと思われがちですけど、確かにどっちでもないですよね。どっちでもないですよねこれは、はい、自殺を何回も繰り返す人たちが、集められ、はい、社会ではちょっとどうにもできないから、そう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 、この島で勝手に釣れやって言って放り投げられるっていう、そうそうです、ね、本人たちはあれあれみたいな感じになって、みんな始めましてみたいな、気づかないうちにしかも来てるんですもんね。そうですね、なんかあれ、布団でベッドで寝てなかったっけみたいな、そう、病院のベッドで寝てたのに気づいたら港にいるみたいな、島にいるみたいな、そうそうそう、港か、そう、港からスタートですね、そういう感じなんですよ。だから、ね、みんな集められた人は自殺者なんですよね、自殺未遂者、うん、はい、うん、なんですよ。かといってさっき言ったようにデスゲーム系みたく、なんかしろって感じではないですね。ないです、もう本当に完全にただ丸投げというか、丸投げ、放り投げられて、はい、放り込まれてか、そうですよね、はい。だからもう生きるも死ぬも勝手にみたいな感じで始まるそうですね、お話なんですよ。はい、で、まあ、主人公とか、まあ他の人たちも、うん、まあ、なんとか生き延びて、うん、まあ、自分たちでこう模索しながら、どうやってこの知らない島で生きるかみたいな。もちろんその死んでいく人も、すぐ死ぬ人もいるんですけど、自殺者だから、まあ、そうですね、ちょっと精神的に弱いっていうのもあって、うん、まあ、その辺を描いている。矛盾ですけどね、自殺しようと思ってた人が結局生きようとするっていう、うん、そうですね、矛盾ですけどね、うんうん、意外と結構みんな残るっていうか、うん、結構いますよね。どうやって生きようかってやっぱり考える、はい、みたいですね。そうですね、うん、っていうことですね。で、まあ、島なので、まあ、そこでサバイバルというか、うん、まあ、自分たちでこう食料を取らなきゃいけないし、うん、まあ、サバイバル要素のやっぱ強い、そうなんですよ、漫画になりましたよ、なってますよね、はい、なってますね、うん、だから結構僕の中では意外っていうか、あ、そっち寄りなんだみたいな、あ、うんうん、そうですね、まあ、このサバイバル極限ドラマっていうサブタイトルっていうか、この、うん、これを見たらまあ分かるけど、タイトルだけだとそうは考えづらいですもんね、うんうん、で男も女もいてみたいな、うんうん、そうですね。ただ一応年齢は大体どうしてもあれですかね、自殺志願者だからかなんか分かんないけど、10代後半から20代前半が多いイメージじゃないですか。若者多いですよね、今思えば、はい、今思えば今もおっさんとかあんまいないですよね。いないですね、おじいちゃんとかいないですよね。いないですよね。そういえばなんかルールあったっけ、そこ今思えばだけどこの年代の若者多いなと思って、うん、うん、確かに。でもあれか、現実的に自殺者ってあれでしたっけ、なんか2、30代多いんでしたっけ。まあ多いですね、若者が多いです。その層ってことなんでしょうね、うんうんうん、きっと、うん、そう。それで、まあ主人公が、結構主人公はすぐ、なんだろう、うん、目覚めるというか、うん、自分でこうなんとかするみたいな感じで、こう弓矢を作って、もともと弓ちょっと部活でやってたんですけど、弓道部で、うん、まあ、先輩のことをこう思い浮かべてね、はい、こうやったりするんですけど、3巻ぐらいから打てるようになってきましたね。そうですね、うんうん、だから他の人たちが結構いろんなものをこう抱えてるみたいな感じが意外と描かれてるというか、主人公はもう結構強いんですよ、最初から。そうですね、うん、まあ、もちろん最初悩んでたけど、なんか弓打てるようになってからメキメキとですよね、うん、そう、うん、
狩りできますしね。そう、あの一応武力もありますしね、うん、なんか襲なんか人が襲ってきても戦えますしね。そうそうそう、まあ、無双までいかないけど結構化けましたよね、うん、3巻ぐらいからですよね、はい、で、まあ、結局そのなんていうんですか、人が集まっちゃってるから、うんうん、派閥ができるというか、はい、結局そこでも社会ができちゃうんですね。そうなんですよ、はい、社会に馴染めなくて弾かれた人たちが集まって社会ができちゃう、ね、そう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 みたいな結構そっちメインですよね。あ、まあ、そうです、ね、最終的にサバイバルとそのなんかコミュニティというか、うんうん、まあそのそうそう派閥みたいな、派閥で戦争みたいになりますしね。なりますよね、うん、そう、そこがメインの漫画ですね、うんうんうん、本当結局人間関係や社会っていうものができちゃって切り離せないみたいな、うん、だからね、まあなんねえ、なんですかなんかあのその主人公と敵対しているもう一個のチームいるじゃないですか。ああ、はい、まあ、若干こう洗脳してて、うん、あの恐怖政治っぽい感じのあれですよね、はい、まあ、だけでないか、洗脳もしてたか、確かに。そう、なんか欲望もうまく煽ってと か、うんうん、なんかちょっと上手いやつがいましたもんね、はい、まあ、基本悪でいいと思うんですけど、うん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 、そいつとの絡みが意外と長かったっていう、僕の中では長いなって思ってたんですよね。あ、そうですか、はい、もっとすぐ殺せばいいのにいやいやいやすげえ思ってたんですよね。でも主人公さん、あの基本殺したくない派、まあ、殺したくない人を殺すのはっていう、そう、そこのためらいがあって、なんか虹色ライダーさんと打ちますか。僕だったら打ちますね。まあ僕も打ちますけど、はい、だって最終的に殺すじゃんっていう。結局そう。だって最終的になんやかんやあるけどそこに行き着くしかなくなるじゃないですか。まあ、そうなんです。なるべくやりたくなかったんじゃないですか。まあそう、それでこうしない方がいいんじゃないかとかっていう、こうためらいがあって、結局それがあったがために、はい、あの仲間をが殺されるっていうこともあったじゃないですか。まあ、そうですね、もう多分僕がこの場所にいたら。主人公なら、はい、もうみんな守るためにまず悪の目をつむっていう、あ、もう即殺す僕も割とその性格なんですけど、うん、主人公やっぱりなんつうか、作者も多分そうなんでしょうけど、迷いがあって優しいタイプだから、うん、戦場で人を撃てないタイプだと思います。あ、はい、そっか、戦場であの我々多分あの容赦なく撃つタイプなんじゃないですか。撃つタイプ、多分ためらいもなく、はい、撃つタイプ。もうやったことないから何とも言えないですよ。あの、まあそうですね、実際現場にいたら、はい、あの腰抜けて何もできないやつになるかもしれないですけど、はいはい、まあでもまあゴールデンカムイで尾形とか好きなんだから多分撃つんじゃないですか。やっちゃいますね。撃つんじゃないですか。やっちゃいますね。これ二人とも撃つタイプだから何の参考にもなんないですよ。これあのどっちか打たないタイプいたんならいいけど、そうです、ね、2人とも打つタイプなんで参考になんないですよ。バトロワの時とかもあんま悩まないで戦っちゃうと、うん、途中で死ぬかもしれないけど、うん、受け入れるタイプです。あ、やるしかねえみたいな。そうそうそう。ダメじゃないですか。なんかあんまりなんかろくでもないなんか人たちの気がしてきた。いやかもしれない。いやでもあのミノルくんでしたっけ、あの、あ、はい、稲作をこう指導してくれた。はい。あの子死んだら僕ショックだったんですよ結構。あ、はい。彼はあのなんだ、家が農家さん、農家だったんですよ。だからそれで栽培ができるできるんですよね。でそれをだからみんなの中でや畑とか作って指導さ、いましたね、ミノル。でも自殺そのミスにする前はそれに反発して、はい、あの多分それをやってなかったはずなんですよね、うんうんうん、実家を継がなかったで、うんうん、まあ上京して他の仕事をやってたっていうのがあって、うんうん、まあ結局それに耐えられなくて自殺未遂っていうのに確かなってたはずなんですけど、うんうん、ここにいたらそのできる子がそのミノルくんだけだから、うんうんうん、もう自分がこう指導っていうかこう、うんうん、先頭に立って、みんなに教えるっていうのを、うんうん、まあ死ぬ寸前まで全うしたっていうか、そうですね、結構なんかそうですね、あの感動的なシーンでしたね、あそこいい話でしたね、はい、そう、うん、もうなんだろう、具合悪くてもう立てないけどもうなんとかこう、うん、なんか車椅子みたいな、なんか、あ、車椅子はまあないかもしれないけど作った椅子みたいな、そう椅子みたいなね、そうこう見て、そうですよね、でこう作物が実ってみたいな、実ってっていう、そこまでちゃんと頑張ったみたいな、うん、そうですね、ありましたね、でまあみんなその後ちゃんと受け継いで畑やっていく、うん、そうそうっていう感じですよね。あそこはすごくいいなと思ったけど、なんかあのなんだ、実社会というかこっちの社会でうまくいかなかったり、なんか意義を見出せなくて自殺したかったっていう人が多い中で、うん、はい、まあ、そういう漫画で、でこっちに島に放り込まれていざ生活するってなった時に、なんかこう逆にこう実社会で見出せなかった意味が見出せて、
やる気が出たり、うん、なんかちょっと嫌だったこともなんかなんて言うんだろう、自分に結局ある身についてるスキルとか、うんうん、まあ能力ってそういうものだったりっていうので、なんかこうあれですよね、意義を見出して立ち直っていったりとか、はい、なんかそういうのは多かったんですよね。そうですね、うん、それがなんかなんだろう、やっぱ結構テーマなのかなっていう、うんうん、結構その主人公よりも、うんまあ、主人公はもちろんそのちゃんと描いてくれてて、そのね、うん、その狩りとかその感謝するとかってすごく大事なことも盛り込まれてるんですけど、そうですね、うん、他の本当に脇役の子たち、帽子くんとかいたじゃないですか。うん、帽子くんはなんだか手が器用、そうですね、物作るのがすごく長けてる、うん、でやっぱりそのなんか感じでこうなんか役立っていって本人もやる気出てくるっていうことですよね。そうですね、うん、で好きな子ができて、あ、まあ、結局その子と付き合うっていうか、まあ、確かカップルになってるはずなんですよね、あ、はい、うん、その子を守るためにみたいなのもこう、あ、そうそうですね、芽生えてまあ、それはすごくいいなっていう、いや、そうですね、帽子もそうですね、結構いい感じになりましたね、うん、なんかただふてくされてるオタクキャラみたいな、そう最初はね、うん、まあ、結構そういうキャラばっかですけど、うんうん、だけどなんかみんな割と自分のなんかこう意義を見出したら変わってくるんですよね、うんうん、それは確かにいいですね。他にもいっぱいいたけど、うん、そうですね、だからなんかこれを見てすごく思うのは、うん、あの、まあ、人って結局そういう、まあ、いいスキルっていうか、いいところっていうのは誰でも持っている、もちろん悪いところも持ってるんだけど、うんうん、そうですね、環境によってこうも変わるっていうところがあるので、例えば今この社会に出てすごく生きにくい、生きづらさを感じてる人は、もう俺は引っ越しすればいいのにと思うし、まあまあ何かしら自分でこう環境を変えたりとかですね、 それはすごく大事なのかなと、まあ、自殺したり病気になるくらいならなんか動いた方がいいな、確かですけどね、うんうん、それはまあ動ける人と動けない人がいるんでしょうけどね、まあもちろんね、こう動けない、まあそういろいろいろんな事情があってできない人も、まあもちろんいるんですけれども、それは我々はそれはあの食べられなく打てるタイプなんで、やっぱり動けるかも分かんないですけど、あの優しい人とか、あ、別に日曜ライダーさんが優しくないって言ってるわけじゃないんですけど、優しくないです優しい人も結構そういうなんかこう動けない人っていうのは、もしかしたらこう共通してるところあるかもしれないですよね、うん、うん、行動力っていう点であった方が本当はいいですけど、まあ、うんうん、でやっぱそんな誰もが誰もが彼もが行動力高いわけじゃないんで、まあそうですね、役目も違うしっていう、うん、まあ、そこですよね、確かに。なんかちょっと一個だけ、はい、まあ、めんどくさいっていうか現実の話をちょっとだけしていいですか、はいはい、いやで思ったのは、まあ、この作者、まあ、森さんっていう人がどっかで書いてたかも分かんないんですけど、はい、あの結局そのなんだ、今の日本のそもそも教育の仕方自体が、はい、そのなんか、まあ、基本はやっぱり学歴神話はほとんどもうなくなってるけど、やっぱりこうなんか、まあ、勉強して学力とか偏差値上げて、まあ、いい学校いい会社じゃないですけど、うん、っていうところもまだ残ってるし、はい、なんかなんて言うんだろう、そこじゃなくてそれぞれになんか得意な分野があるはずだから、うん、なんかそれを生かして仕事していけばいいんだよっていうことをもっとなんか分かりやすく教えとけば、なんかみんなそんなに行き詰まり感じないでいけんじゃないのかなって気はするんですけどね。あ、確かにそうですね、はい、うん、っていうのは思ったんですけどね。だからまあそしたら最初からそのこの島に来なくても、なんか、うんうん、実際社会って本当はそんな風に行き詰まりになってなくて、うんうん、そうやって感じてるのは自分だけだったり、まあ、もしくはその学校時代のそういう教育のされ方が残ってるから、うんうん、いまいちこうその枠から考えをなんか外せないというか、そうですね、うん、人が多い気もする、多いというかいる気がするので、うん、まあなんか、うん、まあなんかその教育もそういう方向に持ってってくれれば、なんかもっといろいろ人が生かせるというか、生き生きと働いたり暮らしたりできるんじゃないかなとはちょっと思ったんですけどね。まあ、うん、まあ、ちょっとまああれですけど政治っぽい話、政治社会っぽい話になっちゃったけど、まあ、でもそうですね、はい、でもそういうので本当に人って精神的にやられるというか、うん、そうですね、まあなんかその枠をはみ出しちゃダメだって考える人も結構多分いるので、うんうんうん、別にそれ自分で考えればいいって思えるタイプの人なら大丈夫なんでしょうけどね、うんうん、かなと、まあまあこれ読んだだけではないけど、これにも書いてあるなと思いましたけどね、そういうことが、ね、はい、なので、まあ、何かヒントになることがあるのかなと思いますので、おすすめ、普通にまあエンタメとして読んでいただいて全然、うん、まあ、それでも面白いです、はい、面白いですけどね、はい、まあ、自殺党ってタイトルもかなりあれですからね、キャッチーというか、うんうん、内容的にどうだろう、別に
誰読んでも大体面白いような気はしますけどね。そうですね、うん、必殺技とか出てこないけど、うんうんうん、そういうのはないけど面白いと思うんですけどね、この漫画は。だから、まあ、タイトルのこうインパクトが強すぎてなんか手出せないっていう人ももしかしたらいるかもしれないですけど、タイトルでなんか敬遠してる人がいたらもったいないので、もったいないどうぞみたいな。そうですね、うん、意外と中身あのあそうですね、そういう感じ、そこまでなんかぐちゃぐちゃじゃないんでっていう、はい、殺伐とした残虐趣味の漫画ではないですよっていう、はい、はい、そうですね、そこは伝えたいですね。そこは伝えたいですね。はい、これ一番。一応続編で無法刀。無法刀っていうのがね。はい、自殺刀の過去話ですよね、うんうん。過去にも何回か送られてきてる人がいるわけで、はい、その時の話が今連載中なので。連載中ということで。はい。はい、それもいずれ。そうですね。はい、まだ僕らも読んでないんで、はい。読んでから。読んでからですね。はい。はい、しゃべろうかなと思います。はい、というわけで、今回はあっちゃんと自殺刀をしゃべりました。ありがとうございます。ありがとうございました。それでは音声終わります。さよなら。さよなら。